しっかりやれることはやってきたので、本番で自分の力をしっかり出し切れるようにしたいなと思います。開会式をテレビで見たり、こうして入村をしたりして、本当にオリンピックがいよいよ始まるんだなという気持ちです。とここまで本当に調子がいい日もそうではない日もしっかりやれることはやってきたので、本番で自分の力をしっかり出し切れるようにしたいなと思います。本日誕生日ということでおめでとうございます。ありがとうございます。すごく多分この僕の人生で一番思い出に残る誕生日になるんじゃないかなというふうに思いますし、僕個人的な話になるんですけれど、YouTuber の東海オンエアさんがすごく大好きで、その中の武士メガネさんが今日誕生日おめでとうっていうふうに言ってくれたので、こうテンションも今めちゃくちゃ上がってますし、オリンピック頑張ろうっていう気持ちでいっぱいです。